西キッチン。本日や山のごとし雨降りつつはなたで午後かな。突然の名言を驚かせてしまったことに、しげしげ。こちら先日牧場の池から釣り上げた刺身三種盛り合わせです。死んでしまわないようにしっかりと冷凍保存して、水を注ぐとあら不思議、お刺身さんたちが息を吹き返しています。鮮度抜群、生き生き泳いでいますね。命に感謝、心からどういたしまして。どういうことか。そして水槽に目いっぱいのヘアオイルを入れます。突然の中山きに君でまし、おでまし。力。故障してて、なぜか出てきません。お刺身たちの水槽の中に観葉植物を少々。ゴルフで例えるならグリーン、グリーンですね。これは。ポケモンで例えるならチゴリーダ。そんなところでしょうか。あ、いや、名言産みすぎ。突然ですが、こちら僕の家族です。車の種類の車種ごとに並べたら刻んで仲間を増やします。あ、増やすと言ってもあれですよ。こうやって切ってると物理的に個数が増えるっていうことです。おまたもやめい、またもやめい。つまりどういうこと。どういうこと。こちらがねるねるねるの1の粉です。先ほどの2の粉かっこ家族とブラウンしていきます。一度は離れ離れになった家族、それでも諦めずに逆境に立ち向かった。感想、具の絆が呼び起こす感動 SF ヒューマン恋愛小説ホラーファンタジーアニメ化。3匹のドラゴンボールザムービーに2004年秋公開予定。いや、どういうこと？とツッコミを入れたいところですが、その前に一つだけ。今回のメニューはカレーです。どう見てもアヒージョだろ。料理の感想をハガキで送ってください。てそこは普通やふんねえだろって。どういうこと。ジメール、ビクロブ光、そして今回の メインディッシュ、食用ホームベース加工片面の登場です。美味しそう。先ほどのドラゴンボールを添えていきます。加工親玉。お次なんですけれども、 こちらは先日シャンクスが討伐した際の戦利品、シャンクスのエリア紙です。こちらはサンジの髪の毛を液状にしたものです。あれ、ナルトだっけな。あ、思い出しました。これはトリコの血液ですね。でトリコの血液は血青色だ。やうけ。らせんが、らせん、どういうこと。ちなみにこの料理の美味しさを分かりやすく例えると、あ、ナルトが海賊になって来られたとして、シャンクスがおかげなら勝ちはない。ナルトとシャンクスはトリコと戦ってきてもなくて、場合の多いトリコとして、突然の合唱解放、マクドニ侍
湿気。来週のコロコロコミックスで会いましょう。